警察と消防によりますと、午後4時前、生坂村の国道19号で、軽乗用車と乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車に乗っていた20代の男女と10歳未満の男女の合わせて4人、乗用車に乗っていた70代の男性1人が病院に搬送されました。このうち10歳未満の男の子は意識不明の重体です。他の4人は怪我をしていますが、程度は分かっていません。警察や消防によりますと、午後4時前、生坂村の国道19号で、70代の男性が運転する普通乗用車と、20代の男性が運転する軽乗用車が正面衝突しました。軽乗用車には他に20代の女性と10歳未満の男女2人が乗っていて、このうち0歳の男の子は意識不明の重体で、ドクターヘリで病院に運ばれました。他の4人も病院に運ばれましたが、会話ができる状態だったということです。警察が事故の原因を調べています。昨日午後3時50分ごろ、長野県生坂村の国道19号線で、岐阜県可児市の男性が運転する乗用車と、長野県大町市の男性が運転する軽乗用車が正面衝突し、合わせて5人が病院に搬送されました。軽乗用車には家族4人が乗っていて、生後数ヶ月の佐藤凪ちゃんが頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。両親と2歳の娘も胸の骨を折るなどの大怪我をし、岐阜県の男性も肋骨を折る大怪我をしました。現場は緩やかなカーブで、警察が事故原因を調べています。